眼科医の平松です。今日は緑内障と視野欠損についてお話ししようと思います。まあ緑内障だと視野が欠損してくるわけですけども、まあ、視野欠損ってすごくまあ自覚する人としない人がいたりとか、まあ、視野の欠損の場所が人によって違うわけですね。なので、まあそのどう違ってくるのかとか感じ方とか、まあそこら辺についていろいろお話しできればなと思います。まあこんな感じで緑内障の情報いろいろアップしてますんで、下の概要欄に再生リストっていうのがあるんで、よろしければそれも見ていただけると、他にいろんな視野のこと、視野の詳しい動画とかもありますんで見てください。じゃあ視野欠損、まあどう感じるかっていうのと、まあ感じないかっていうことなんですけども、まずポイントがあって、中心の視野が欠けるか周辺の視野が欠けるかで全然感じ方が違うってことですね。中心が欠けてくると、まあ、欠けてるなっていうのな、見づらいなっていう実感が多少出ることが多いです。一方で周辺の視野だと結構欠けてるのにさっぱり感じないっていう人も結構いるんですよ。まあ、緑内障だとなんていうかね、球状って言って弓状に欠けてくることが多いので、どちらかというと進行度がすごい進めば確実に感じることが多いわけですけども、例えば、視野が欠ける同じような病気で網膜色素変性症という病気があるんですよ。この病気はどちらかというとこう周辺からこう輪っか状に欠けてくるんですね。緑内障はこう弓状に欠けてくるんですけど、輪っか状に欠けてって真ん中がになって視野がなくなることが多いわけですけども、網膜色素変性症の方の場合だと、もう本当に全くと言っていいほど、なんていうかな、すごく視野が欠けてても、あんまり感じないねってことが、まあ、あるわけですね。なので、緑内障とはちょっとそこはちょっと違うんですけども、そういうふうに、中心かそうでないかっていうのはすごい重要になってきます。だから、じゃあ、緑内障の進行度は何で見てるかっていうと、中心か周辺かっていうのも重要なんですけど、それ以上に、どのぐらい視野が欠けてるか、例えば、100見えるうち、80見えてるんだったら、まあ、そんな進んでないよね。100見えてるうち20見えてないんだったら、まあそれなりに進んでるよねっていうような表現をするわけですよ。だから言い換えると、進行度がすごい進んでるけどあんまり自覚がない人もいるし、進行度はもうほとんど初期で大して欠けてないんだけどすごく自覚がある人もいるわけなんですよ。だから、ご本人あなたが感じる見えないなっていう感じと、緑内障の進行度っていう、まあいわゆる医学的な判断はイコールじゃないんですよ。これがちょっとなかなかピンと来にくいわけですけども、欠けてれば見づらい、見づらければ悪いっていうふうに思いがちなんですけども、あなたが感じる見づらさと悪さっていうのは、あんまりイコールじゃない。もちろんイコールの部分はあるんですよ。もちろん進行してくればだんだん見づらいくなるわけなんで、関係はするんですけれども、全くイコールではないので、ちょっとそこは勘違いしない方がいいと思います。だから、特に初期と末期の時それが問題になるわけだけども、いや、私全然見えてるから問題ないって言ってたら結構進んできてることもあるし、いや、私どんどん見えなくなってきてるから、全然治療がうまくいってないと思ってるけど、いや、実はそれは末期だからもう、本当にちょっと進んだだけで感じてるだけで、治療かなりうまくいってるってパターンもあるわけなので、だから、まあ言い方変えると、末期になってからそうバタバタするわけじゃなくて、初期のうちに、まあ大して私感じないんだけどってうちに、まあいろいろ治療することの方がかなり重要になってくるってことですね。後で治療する方がやっぱ大変ですね。なかなかこう、苦労もするし、ご本人も辛いなって思いをするっていうことですね。じゃあ、視野が欠けて日常生活どんな感じで問題が起きるかっていうと、いろんなパターンがあります。例えば、まあよく言うのは車で擦ってしまうだとか、まあ歩いてると人にぶつかってしまうだとか、なんかこう物があることに気づかないであるとか、そうですね。文字を見落としてしまうであるとか、あとはこう本とか読んでて行飛ばしてしまうであるとか、まあそんな感じで感じる方もいるので、まあそこら辺は、なんていうかな、人によってまちまちだってことですね。あとよく勘違いされるのが、見えない範囲が、なんていうかな、見落としてしまうって思いがちなんですけど、意外とそうではないんですよ。ちょっとこれ、難しいんですけど、例えば、極端な話ですね。左側が半分見えてないとします。じゃあ、左側から出てきたものをぶつけたりなんかするかっていうと、意外とそっち側に気をつけてるから、右側から出てきたものをぶつけちゃうって人もいるんですよ。だから、私、左が欠けてるから、左だけ注意してればいいんですねっていう人いるんですけど、実際逆のことも結構あって、これ何してるかっていうと、私が、ドライビングシミュレーターって言って、なんていうかな、運転のシミュレートの検査っていうかな、そういうのがあるんですよ。で、そういうのをやっていただくと、あれ欠けてるとこと違うところで、事故みたいに起こしちゃうよねっていうのが結構あって、まあ、それがそういうことな、みたいなんですね。つまり、欠けてないところを見ようとして目を動かしたりいろいろしてると、逆に欠けてない
欠けてるところを見ようとすると欠けてないところで、まあ、事故起こしちゃったりとかなんかすることがあるので、まあ、単純に視野が欠けてるのでまっすぐ人間ずっと見て動いてるわけじゃないんですよ。目も眼球もキョロキョロ動くわけなので、まあ、ちょっとそこは認識意識していただくとだいぶいいかなっていうふうに思いますんで、まあ、ちょっとそこを頭に入れていただければなと思います。で、あとの問題としては視野の欠損っていうのはどういうふうに感じるか、黒くですね、グレースケールとか、まあ、色のってこう表記するじゃないですか。だから患者さんとしては黒くなるのが視野の欠損で、それ以外は視野欠損じゃないと思いがちですけど、あんまそんなことないですね。というか黒く感じる患者さんってあんましいないです。具体的に言うと、そこは見えてないことにもよく気づかない、つまり物を出せば、あ、確かにそこ見えてないねって思うんだけれども、まあ、言われてみないとわからないとか、あとはですね、見えてないがために、なんかぼやっとしてるとか、なんとなく全体として見づらいなと感じるとか、そんな感じで結構曖昧なんですよね。なので、視野の欠損っていうのは、なんていうか、ズバリ真っ黒になってるっていうふうに感じられる方が多いわけではないとか、まあほとんどいないというふうに考えていただけるといいと思いますと。で、視野欠損の進行して、じゃどうすればいいのかなとか、どういう治療があるのかなっていうのはまた別動画にいろいろあるので見ていただければいいと思いますんで、あと、こんな感じのいろんな動画アップしてるんで、よろしければチャンネル登録っていうのを押していただけるといいかなと思います。で、私はいろんな情報を持っているけど、一方で皆さんが何に興味があって何を知りたいかというのはちょっとわからないところもあるわけです。なので、まあ、これもっと聞きたいなって場合は、コメント欄に書いていただいて、これのもっと深いこういうところを聞きたいとかそういうのがあれば書いていただいたりとか、まあ、よく見ていただいたりとか、いいねが多いものは皆さん興味あるのかなと思って、もうちょっと詳しい動画作っていこうと思うんで、もし興味がある場合はそういう感じのリアクションをしていただけると、私の方としてもちょっと対応していきますんで、よろしくお願いします。なので、まあ、大切なこととしては視野欠損というのは、なんかこう、医学的なものと自分が感じるものは、ちょっとズレがあることを分かっておかないと治療で失敗したりとか不安に思っちゃうことが多いので、ちょっとそこは勘違いしないでいただけるといいかなと思います。